ゆうこすもてチャンネル。ただいま。もうめっちゃ疲れた。明日も朝から早いのに。はい、今回はですね、日々の疲れを取る私の最強ナイトルーティンをやっていきたいと思います。その日の疲れはその日に取る、絶対。うん、それではお風呂から失礼いたします。動画スタートです。ポイントその1、肩まで浸かるのは大事。どんだけ忙しくてもこれだけは絶対にささっとでもいいからやります。あ、そうだそうだ。そしてですね、今回ででんでんででんででんでんででん、出会ったのはもう1、2年前なんだけど、何度飲んでることか。好きすぎて私の会社にね、チルアウトの冷蔵庫があるぐらい大好きなんですけれども、今回は念願のチルアウトさんとのコラボ動画になります。いやー、振ったら炭酸がなくなるからあんま振れないよ。今回はね、本当に疲れを取っていこうと思ってるので、このリラクゼーションドリンクのチルアウトさんはぴったりなんじゃないかなということで、早くお風呂上がりに飲みたいんだけど、チルアウトさんへの愛を語りながらね、動画を撮っていきたいと思います。早く上がりたい。だから、早く撮っていきます。で、まず、メイク落としなんだけど、もうお風呂の中に入りながらやっちゃう。こちらです。イワンの B 級ホットクレンジングジェルですね。今日ね、メイク結構ナチュラルなんですよ。これね、ちょっとあったかくなるから、はぁ。気持ちいいのと、ダブル洗顔不要なので、ダブル洗顔不要ものはね、すごい使う時には大事よ。洗い流します。はい、もうこれで洗顔も終わった。ラッキー。あと、私がすごい使えてる時に設置するお風呂コーナーをお見せします。で、はい、まずいっぱい飲めるお水と、あとはね、リプティークっていうところのアロマがすごい好きで、それをつけてます。あとはソニーの音楽流せる機械だね。もう疲れ取りたいから、この私にとっての3種の神器を。そして電気を消していきたいと思います。はい、こんな感じでですね、電気を消してアロマを楽しみながら、どんだけ忙しくても10分浸かると、もう本当にそれだけで次の日の疲れが違うから、いい香りを楽しみながらアロマをね、焚いてることが多いです。あとは音楽を流すのも大事なんだけど、今回は著作権の問題でちょっと NG とさせていただきます。ね、こまめな水分補給はね、本当に、まあ、むくみとかの改善にもつながってくるので、こまめな水分補給をして、で、こうやって汗めっちゃかいた状態でお風呂上がりのチルアウトがめっちゃ美味しいし、もうね、最高なのよ。逆に疲れる時ほどちょっと汗かくのを頑張る、そういうサウナだと思ってもらえたら大丈夫です。さあ、じゃああと10分ぐらい入って上がっていきます。はい、これヘアバンドなんですけど、髪の毛をくるるってできる。髪の毛乾かすのがちょっとめんどくさいので、ヘアオイルをつけて、その後にイワン B 級トリートメントオイルを結構多めにとって、よし。で、オイルをつけてる間に、はい、もうこの時点でね、部屋を暗くしておきます。もうこれ大事、もうライトを浴びないの大事。今ちょっと撮影のためにちょっとつけてるけどさ。そしてこのタイミングでチルアウトタイム。これね、もう私何本飲んだことやら。リラクゼーションタイムをサポートしてくれるドリンクなんだけど、味はね、フルーツのような、ハーブのような、まあ、なんかそんな感じの炭酸飲料なんだけど、 AI が開発したらしいです。 AI すごすぎ。さあ、いくぜ。あー、いただきます。乾杯。もうね、すごい安らぎを感じるしね、なんかふわっとする。ストレスなんてもうどうでもいい。もう最強チルタイムっていう感じよ。チルアウト。ちょっとこう、極風に言ってみました。好きすぎて。チルアウト。みんなも飲もう、チルアウト。もうストレスがどうでもかってる。常に家に10本ぐらいストックしてる。人工甘味料は不使用だし、ノンカフェインだし最高なんだけど、これよりもっと最強にチルできる飲み方があるんで、ちょっと行ってきます。どこに行くのやら。あー、寒い中ベランダで飲むのが最高。
こうダウンとか着てね。なんか車の音とか人の声とかがめっちゃ聞こえて、それもまたよし。髪だけは乾かさなきゃね。でさっきオイルを塗ってたんだけど、オイルを塗ってる間に髪乾かしたりとかチルアウトタイムをして、であとは乳液とクリームを混ぜちゃって、はい、もう完了。マッサージしとこう、頭皮もマッサージしとこう。疲れが取れるのよ。あとはテレビ見ながらストレッチをします。よいしょ。手を舐められている。はい、そしてパンタバスちょっとも動かないじゃん。モチーキュー、あんたらお人形さんなの？はい、そしてですね、もうスマートフォンは触ると眩しいので寝る前は触りません。あと蒸気でホットアイマスクをつけて寝たらもうそれで完璧、本当に完璧なんです。もうこれで今日の疲れは今日のうちに取ろう。よいしょ。はい、というわけでですね、もうチルしてストレスなんかどうでもよくなりました。今回はチルアートさんとのコラボだったんですけれども、いかがだったでしょうか。もう好きすぎるのでみんなも飲んでチルしてください。この動画がちょっとでも楽しかったり参考になったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではバイバーイ、おやすみなさーい。あーマジで寝よう。